まず矢引風車の問題について質問いたします。先日まで縦覧されていた準備書で明らかになったのは、今回の風車が出力は 4.2MW、高さ 172m を6基建設するというものであります。またその計画区域から 500m 以内には6件、 1km 以内には582件、 1.5km 以内には1027件、 2km までだと計1195件の民家が現存するということも明らかになりました。 4.2MW という巨大風車は秋田県内では民家がない港湾の上場に建設されたり、また周囲にほとんど家屋のない二ヶ穂高原に現存していますが、この巨大な 4.2MW 風車、1キロ圏内に500軒以上、 1.5 キロ圏内に1000軒以上もの民家がある事例というのは極めて稀有でありまして、私も確認しましたけど、国内でも国外にも事例がありません。そのことをまずお伝えしたいと思います。そして北海道大学田鎖助教が開発したシミュレーションソフトエッジリスクに、この風車の規模数1で入力すると約6000人が入眠妨害、そして約70名が深刻な睡眠障害による、不眠症のリスクというのが試算されます。8月8日の説明会で事業者は、この風車騒音と睡眠障害の指摘について、環境省は風車騒音と睡眠症影響について蓋然性がないなどと見解しておりましたが、環境省はそういうことは言っておらず、基本的には騒音による睡眠影響については認めております。なので、事業者の説明は何だったのかなという感じであります。また、この70名の不眠症リスクについても、このソフトウェアというのは残留騒音や障害物の遮音効果について加味されていないので過大な評価になるとして、結果を完全に事業者は否定をしました。これについて田鎖助教は、この残留騒音と風車音による健康リスクの関連性を示すという科学的知見というのは存在しないため、この開発ソフトウェアではそもそも残留騒音は考慮していないということ、また遮音効果、障害物の遮音効果ですけれども、2024年度版の ISO では建物などの影響は入れない方が適切であるとされている。で、何デシベルか安全係数として評価すべきであり、それを踏まえればこの結果はリスク評価として十分有用であると見解をしております。このシミュレーションソフトは騒音制御学会で査読論文として発表されたもので、41デシベル以上で不眠症リスクが増大するという根拠についても、夜間で37デシベルの規制値を定めているデンマーク、また夜間で40デシベルのドイツなど国際的に定められた規制値と同じレベルであります。こうしたシミュレーションの結果に全く科学的な根拠も示さず完全否定する事業者の姿勢というのは全く論外であって、リスクコミュニケーションや説明責任を行うべきアセスの説明を逸脱したものであったと感じました。田鎖先生らは4メガ風車であれば予防原則の安全率を取れば最低でも2キロメートル以上離すべきと言及されております。世界各地離核距離のガイドラインがありますが、例えばドイツバイエルン州では10H ルールというガイドラインがあって、風車の高さの10倍の離核距離を民家から離すというものがあります。この10ハールールからすれば、高さ172メートルの矢引の風車1.72 キロ以内に約1000件以上もの民家が存在するという今回の事例は完全にガイドラインに違反するものになります。今回その1キロ以内に582件もの民家があるということでありますけれども、特にこの風車騒音と健康被害の問題において大変大きな問題があるということだと思います。今市のガイドラインでは600メーターという値ですけれども、今般の4メガワットという巨大化した風車には対処できないものと考えます。ぜひ信頼できる有識者の方々にも相談し、民家と風車の離核距離のガイドラインの見直しを行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。お伺いします。市民部長
はい、ただいま仮称三瀬矢吹風力発電事業にかかる、本市ガイドラインの離角距離に、関するご質問がございましたのでお答えさせていただきます。まず事業者による、環境影響評価法の手続きにおきましては、配慮書、方法書、準備書、評価書の4段階ございまして、この事業につきましてはこれまで、配慮書と方法書の手続きが終了しており、国からは騒音の生活環境への影響や風車の影、鳥類植物および生態系への影響などについて適切な調査予測評価を行い、それら影響を回避または極力低減するよう意見勧告が出されておるところです。こうした手続きを踏まえ現在準備書の段階に入っておりますけれども、今後県から本市へ準備書に対する意見紹介がございます。最終的な事業の認可変更命令等の権限については、法令上国にあるものでございますけれども、お尋ねの風車発電施設の騒音につきましては、この準備書を見ますと、国の風力発電施設から発生する騒音に関する指針では、残留騒音に5デシベルを加えた値を風車騒音に関する指針値としております。この度の事業者が縦覧に供した準備書によりますと、三瀬矢吹地区を含めた6地区すべての地域では指針値を下回っておるような状況でございます。本市ガイドラインに定めております離角距離に関する見直しにつきましては、年々風力発電施設の大型化や出力が増大しているという状況がございますので、国の動向等を注視しながら見直しの必要性について検討してまいりたいと思います。2番草島新一議員。はい、この騒音のことでいうと何度も言うようですが1キロ以内に582件もある、今回の事例というのは非常に軽微、他にないんです。これは重要なこととして市として受け止めて介入していただかないと健康被害を生じる可能性があります。このことはしっかりと受け止めていただきたい。それと鳥類のことについてでもありますが、これは昨年撤退したカモの風車っていうのはマガンオオシシクイ、シジュウカラガンなど月1000羽以上計画地に飛んでいるということで撤退に至りました。全くこれと同じ状況なんですね、矢引きの風車ってのは。だからそういうことも踏まえないといけないということ。また、シャドウフリッカー、これ12件、年間8時間を超えるということになってます。これないに越したことはないし、シャドウフリッカー12件を発生するということはいかにこの風車が民家に近いところにあるかということを示しています。またその、住民からはその今回の開発地域3500平米必要だということだったり、この作業道もかなり 大きなものになります。この改変によって土砂災害を誘発する増災の可能性の指摘もあります。以上のことから私はこの計画というのは市からもしっかりと中止撤退を求めていただきたいと思いますが、見解を伺います。市民部長。はい、ただいまの質問に関しましては、本市の権限は限定的である中、事業者へ中止や撤退を求めることについては、本市にとって、生活環境や自然環境等の観点において、重大な影響あるいは手続き上の瑕疵など明確な根拠が必要と考えております。本市といたしましては今後県からの意見紹介に対しまして市民の声や市環境審議会での委員の声などを踏まえ国が示す指針等を確認しながら自然環境住民生活等の観点から準備書の内容を十分精査し意見を取りまとめてまいりたいと思います。2番時間です。はい